はい、おはようございます。今日は10月4日です。昨日あの松神川で桜マス見てきたんですけど、ちょっと今日の、2日連続で今日も来てみました。この辺はもういないのかな。いなさそうですね、この辺は。もうだいぶ上がっちゃったんでしょうかね。ちょっと上流行ってみましょうか。いなさそうですね。ちょっと行けるとこまで上行ってみましょう。こんな普通に大きい道路、車いっぱい走ってる、そんな近くの川で桜マスが上がるんですかね。すごいですよね。もういないですね。こんなここを登ってったんですね。すごいな。ちょっと深そうなポイント。あ、いいな。みんな一気に上がっちゃうのかな。あ、魚いた。昨日は松神河畔公園っていう松神川の滝があるポイントまで行ったんですけど、そこには結構何十匹もサクラマスがいたんですけど、あ、いましたね。いました。いたいたいた。見えるかな。この辺に今いました。ちょっと寄ってみましょう。ここ確かにちょっと登るの大変そうですね。ここで卵産んでましたよ。卵産むというか卵産むための巣作りをこんなところでしちゃうんですよね。普通にマンションの横で。ちょっとこの辺にいるんですよね。はい、いました。いました。ちょうど画面に真ん中に映ってるやつですね。休んでますね、これで。40センチぐらいですかね。45センチぐらいですかね。いや、感動しますね。桜マスの症状はこんなボロボロになりながら自分の生まれた川に帰ってくるんですよ。すごい綺麗、色が。だからボロボロなんですけど、すごく好印象っていうんですかね、赤くなってもすごい綺麗です。ここまた一つの簡単ですね。まだ下にもちらほらいますね。おお、すごい。
あれどこ行った？こんな細い川でこんなでっかい魚いたらビビるけどね。あ、この時期だから。いやすごい綺麗、すごい。ちょっと先回りして、めっちゃ奥行っちゃったな。見えるかな。この辺りにいます。分かりましたね。この辺にいます。サンダル履いてこればよかったな。なんだろう、50から、なんでしょう。あ、リス。おお。怒ってるのかな。お、魚いますね。ちっちゃい魚。多分ヤマメとかかな。いやもう札幌は本当に。街中に今日こんな本格的な自然があるっていうのが驚きですね。すごいいいところですよ。学校あってマンションあるとこに流れてる川に桜松なんて普通登ってこないですよね。お、またヤマメかな。さっきこの辺にいた。あ、まだいた。鳥に襲われるかと思った。あ、山ぶどうの葉っぱが、うお、びっくりした。山ぶどうの葉が色づき始めました。
びっくりした。鳥に襲われるとこだった。お、ちっちゃい魚かな。お、リスいますね。よし、じゃあ今日の調査はこの辺にしときます。じゃあ仕事行ってきます。